ヤビタスパ、さらに外から4番クラリティシチ、間からは2番のオーケンブラックですが、内から9番ウィンマールライダーゴリ、まずはポチ、そして差を詰めてくる16番ロジチャリス、この間を狙って追い込んでくる12番ミュゼゴースト、 200m 通過した。外から一気に3番アンビシャスが突き抜けました。リード2馬身3馬身、2番手をどうか、12番のミュゼゴースト、アンビシャス快勝で5。外から15番のアーバンキッド追い込んでくる、大外ブラックスピネルの体勢ですが、さあ先頭変わって、間から今度は1番のゼービントが抜けた。2番手接戦、ゼービントゴールインから1番のロードリベラルがぐんぐん追い込んできた。ロードリベラル追い込んでくる、ウィンガナドル、ロードリベラル、セダブリランテス3頭広がったが、セダブリランテス2番手争いは7番のウィンガナドル、2番手かセダブリ、4コーナーカーブオーストを回って10番のイエットですが、まだ後方、その後最後方の1段6番フィエールマン直線に入りました。逃げ粘る7番希望の大地、200を切って1馬身リード、外に出して2番の名将鉄痕が並んで捉えました。その後4番マイハートビート、大外から6番のフィエールマン、ものすごい足、2番名将鉄痕、外からフィエールマン、名将鉄痕ゴール、名将鉄線構成と向きました。今度は14番ブレイキングドーンが先頭か、内はブレイブメジャー、最内粘っている3番ダリーズマインド、200を切る、あとはヒルノダカールが追い上げて、内から2投目は2番のマイネルサーパスです。先頭は14番のブレイキングドーン、内は2番マイネルサーパス、マイネルサーパスブレイキングドーン、14番ブレイキングドーン先頭でゴール。2着は切りにかかります。リードを2馬身半と広げました。2番手が11番パンサラッサ、3番手12番ルリアン、200を切りました。追い込んでくるパラスアテナ、さらには5番のサクラトゥジュール、しかし先頭は1番のバビット、これはセーフティーリード、リードは3馬身、2番手が広がってディープキング追い込んでくる、バビット逃げ切ってゴール。2着は接戦、立憲バッカー4コーナーから直線、先頭は14番ノースブリッジ、リード2馬身、2番手からバイスメテオールが追って200を切りました。さらにはインコースからは10番のワールドリバイバルが足を伸ばしてくる、残り 150m、 先頭入れ替わって2番のバイスメテオール、2番手はノースブリッジ、ワールドリバイバルが2番手上がった、バイスメテオール5位、2番バ1番外から押し上げる6番のボーンディスウェイ、後位グループ1段で4コーナーカーブ直線コースに向かってきました。先頭は7番の湘南マグマ、先頭2番手から並ぶソネットフレーズ、内からフェーングロッテン、さらには1番の里のヘリオスが伸びてきて、ボーンディスウェイ大外から追い込む13番ゴーゴーユタが広がった、内粘っている7番の湘南マグマ、フェーングロッテン、外から1番の里のヘリオス3頭広がったが、内から3番フェーングロッテン出てゴールイン、3番フェークを切りました。その後追ってきた10番のバルサムノート、並んで1番のコレペティトール、間からは14番レーベンスティが空追、現在3番手前を追っている、先頭入れ替わった6番のエルトンバローズ先頭、2番手接戦になるエルトンバローズ先頭でゴールイン、2着は